どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。妖怪ウォッチプニプニのアップデート1個かちょっとわかんないんですけど、クリスタルブシニャンの必殺技 G の演出変わってますよね。もう気づかれた方いるかと思うんですけど、アップデートのタイミングかな ?3 月14日以降なのかな、なんか必殺技 G 打ってたら、背景の、なんていうの、演出が違うんですよね。今まで赤色の感じだったんですけど、なんかすごいいい感じになってます。やっぱ今後、あれかな、極妖怪のさ、極武士ニャンとか出てくるし、ちょっと区別しといた方がええんちゃうみたいな感じになって変わったんかな、知らんけど。サイズ何歩ぐらいだったかな、サイズ13で基本的にクリスタル武士には必殺技を打てるんですけど、さらに容器ゲージを貯めると必殺技 G が打てます。ブシニャン VS クリスタルブシニャン、いきますか。技 GOK、 カツオブシ切り G、 一瞬だけだったんですけど見えましたか。背景がクリスタルになってたんですよね。なんかでっかい水晶みたいなありましたよね。めちゃめちゃ良くなってますよね。クリスタルブシアンの必殺技 G、 カツオブシ切り G が。ちなみに3月17日から新しいイベント始まるんですけど、エンマネコを再び降臨予定です。